大間で釣り上げられた本マグロは氷詰めにして一本一本木箱に収められ長距離トラックで運ばれる。そして高値で取引される東京築地市場へ到着する。この日も高値がついた252キロの大物。開いてみなければ本当の値打ちはわからないという本マグロだが、質は申し分ない。いや、もう最高ですよ。うん、脂の具合といい、粘りつけというね、もう最高のやつですよ。コクがあるからね、食べてもね。この極上マグロを競り落としたのは、築地で一二を争うマグロ専門の仲卸、石宮。いずれ劣らぬマグロにかけた猛者たちが集う男の砦。宝石のごとく光り輝く最高級マグロこそ彼らの誇り。一体どんな料理人たちがこのマグロを買い求めるのか。すごいですね。大間何キロぐらい。252キロ。252キロ。真剣な眼差しで大間のマグロを見つめているのは寿司佐々木の佐々木弘明さん、35歳。佐々木さんが買い求めるマグロには特徴があると仲買人が教えてくれた。大抵の寿司職人が好むのは大トロが多いハラカミの一番脂が乗った部分。しかし佐々木さんは同じハラカミでも極上の赤身が多い部分を好んで買っていくという。まあ、佐々木さんみたいに赤身に本当にこだわってるお客さんは今少ないんで。いや、赤身が一番マグロの中で美味しいですからね。トロもいいですけどトロよりも赤身の方がうまいと言い切る佐々木さん。彼の店は築地市場からほど近い勝どき橋のたもとにある寿司佐々木。店内に張り詰める一流店ならではの凛とした空気。そもそもこの店を開いたのは父弘正さん。父もまた赤身にこだわる寿司職人。二代目の弘明さんは札幌の名店で修行を積み3年前父の店に戻ってきた。佐々木で出す赤身は普通の中トロほどの脂が乗っている。取れる量はなんとトロの部分よりさらに少ない超貴重品。やっぱり赤身もあのお腹のとこの赤身が一番おいしいんで、本マグロの脂はまな板についても水でさっと流れるほど滑らかだという。その上質な脂が絶妙のバランスで含まれている赤身。握る前に自家製煮切り醤油に軽くつけるのが佐々木流。お醤油とあの赤身は非常に合いますんで、赤身は全部吸収してくれますんで、はい。余分な醤油を取り除いてから握り始める。極上の赤身には酸味があり、マグロ独特の力強い味が息づいていると佐々木さんは言う。はい、こちら赤身です。最高級本マグロの中でもごくわずかしか取れない極上の赤身に程よく煮切り醤油を染み込ませたこだわりの一貫。マグロ本来の持ち味を堪能できる。この味を求めてお客は築地界隈はもとより都内全域、さらには地方からものれんをくぐる。そんなお客の笑顔が佐々木さんの何よりの喜び。今日は昨日より一層うまくと日々精進を重ねている。そしてもう一つ、佐々木さんが常に心に抱いているのがマグロを釣った漁師への感謝の気持ち。だからこそ一貫一貫決して手を抜くことはない。無駄にはしたくないなと思いますね。できる限りそのマグロを美味しく召し上がっていただけるようにするのが自分らの仕事なんで。ネオンとビルの大東京にも青森大間の熱い思いが届いていた。大間にはもう一